こんにちは、速稼塾の久保です。今日は12月31日です。ということでね、ポイントサイトモッピーに登録したのが10月30日、丸2ヶ月と1日です。今日でね、丸2ヶ月と1日で、さあ売上はどうなったかということでございます。売上といってもね、これ確定の売上です。見込みじゃないですよ。私が現金として受け取れる報酬額ですけども、ちょっと一緒に見てみましょうか。はい、じゃあ画面切り替えてください。はい、モッピーの私のサイトですけども、どうですか。95,568円ということで、10万円にはならなかったんですけども、まあおおむね10万円ということで、言わせてください。2ヶ月で10万円ということは、月収5万円のビジネスを私は成功させたということになります。いかがですか。ポイントサイトを登録して11月12月とみっちりやると、10万円がすぐに換金できる、9万5000円ですけどね、9万5000円がすぐに換金できるようなところまで来ました。でその様子を日々皆さんにお送りしてきたわけですけども、この案件があるよとか、この案件をやるよとか、これで報酬が出たよとかね、やってましたけども、いいでしょこれでね。まっさらなところから始めて、何の予備知識もないところから始めて、登録をしたのが10月30日、実質始めたのは11月1日ですよ。だから丸2ヶ月で9万5000円で、これからもっともっとね、このモッピーってところをいろいろと攻略していきますんで、もっともっと詳しくなると思います。あと他のポイントサイトも同時に攻めていこうと思うんですよね。いいでしょう。マイページ行きましょうか。ほら、95,568で、判定中のポイントがあと13万ポイントありますんで、いやこの13万ポイントのうちね、半分でもこうね、確定していただければ、すごいことになるなと。で日々またね、ポイントサイトやってますからね。でアンケート、サボらずにアンケートも私ねやってますからね。これ見てください、全部答えてるでしょ。全部だってこれ確実にお金になるんだったらやらざるを得ないじゃないですかね。トップ、楽しみだな。いっぱいある、まだむちゃくちゃある。いやいくらでも稼げるぞこれ。ということでね、ネットビジネスでまだ稼いだことがない方、こういったポイントサイトから始めてみたらどうですかね。でポイントサイトで稼げたら、例えば月に5万円稼ぐ方法、ポイントサイト編みたいな感じでコンテンツ出してみればいいんじゃないですか。それが集客になり、それ自体が商品になる可能性も大いにあります。まずはこういう小さなところから始めてみるってところが大事だと思うんですけどね。はい、私もね、そのネットビジネスのベテランでありながら、8年目にしてまた初心に帰ってポイントサイトやったら稼げたよ。ねえ、2ヶ月で10万円、9万5000円。いいでしょこれ。で、私がやった、何をやったかっていうのはずっと動画で、その都度その都度放送してきたでしょ。だからそのままですよ。まあ、頑張ってください。これからポイントサイトモッピーやってみたらいいんじゃないですか。これはね、私もね、やったなって感じですよね。2ヶ月で10万円か。3ヶ月目にもう5万円だったら15万か、みたいな感じで、特別定額給金を自分で稼いじゃったみたいな形になりましたね。ということでモッピー始めたい方は、この下のね、モッピーのスタートする URL がありますんで、そちらの方からご登録ください。もちろん無料です。では今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。